こんにちは、四国メタンです。こんにちは、これはいじめ？積んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。いじめ、2年後に重大認定。福岡市内の中学校で複数の女子が特定の女子に対しキモい、や加工画像で陰口を LINE グループで言っていました。 LINE グループ内で誹謗中傷されていたのだ。いえ、その女子は LINE グループに入っていないわ。友人から自身の陰口を知らされ教師に相談。教師は該当生徒に事実確認をするも事実を否定。学校側の対応が不適切であったと重大事態に認定されました。もしかして LINE グループを友人が本人に知らせなかったら何もなかったってこと？遅かれ早かれいじめは表面化されていたでしょうね。あと今回問題になっているのはいじめじゃなくて学校側の対応が不適切かの問題。この女子生徒がどうなっているか知らないわ。一昨年中学生ならまだ学生だから元気に通学してほしいのだ。以上、いじめ対策のマニュアル再構築は正しいニュースでした。続いてのニュースです。激闘、高校サッカー優勝へ。福岡県宗像市にて9月に開幕する全国高校サッカー福岡大会の組み合わせ抽選会が開かれました。注目はどこの高校なのだ？2つの高校があるわ。まずは去年優勝の飯塚高校。2022年決勝で最強と謳われた東福岡に 1-0 で勝利、全国大会も2回戦進出しました。もう一つは東福岡高校。福岡のサッカー高校、今年のインターハイ予選で飯塚高校を倒しているわ。多分この2校の決勝になりそうなのだ。決勝戦はベスト電気スタジアムで行われるそうよ。高校サッカーの盛り上がりについて皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。問題、この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。